小鳥たちが帰ってきたね。君が心配してた迷子の小鳥も無事だったね。迷子の小鳥さん。そう、仲のいい3羽の小鳥たちだね。青い鳥さん、何でも知ってるのね。君に太陽の言葉を届ける役目があるからね。お日様の。さあ、今日の食べ物を運んできたよ。森の朝露に生命の木の実。森の朝露に生命の木の実。太陽からの贈り物だよ。いつものように飲んでお食べ。ありがとう、青い鳥さん。コロン？はい、ジャックです。ああ、私だよ。おはよう、ジャック君。博士、おはようございます。よく眠れたかね？はい。それはよかった。研究室までご足労願いたいのだが。そうだな、はい、わかりました。それでは15分。支度も終わったことだし、そろそろ出かけようかな。うわ、もうこんな時間。急がなきゃ遅刻しちゃうよ。怪我はなかったですか？私は何ともありませんでしたよ。よかった。これっぱかしもよくありませんわ。せっかく私がお掃除したところが台無しになってしまったじゃないですの。そっか、ごめんなさい。よかったら後で手伝います。今ちょっと急いでて。まあ、呆れましたわね。昨今の若い殿方はそうやって逃げを打つつもりですのね。いや、本当ですってば。後で手伝いますから。冗談ですわよ。お手伝いなんか必要ありませんもの。え、そうなの？どうせ後でやり直さなきゃなりませんもの。あなたが私と同じレベルのお掃除スキルを持っていらっしゃるようには見えませんし。ああ、そうかも。いつまでぼーっと立ってらっしゃるつもりでして。急いでいるのではありませんの？そうだ、ありがとう。僕の名前はチャック。手が足りないときには声をかけてください。お掃除手伝いますから。それじゃあまた。あらあら、お廊下で全力疾走。ジャックさんね、あまり頼りになりそうにない方ですわね。まあでも感じのいい方でしたわね。すみません、遅れました。あーら、これはまたお早いご登場で。みんな、ジャック様のご出勤よ。ジャックったら、何度もノックしたのに起きなかったから。
迎えに行けばよかったわ。ごめんなさい。ううん、僕がちゃんと起きてれば。ごめんアリス。白雪も、もうちょっと寝てたかったです。はあ、僕も。ああ、せっかく上がった株を下げちゃったね。メアリガンにまだ体が慣れていないのよ。疲れが残っていても無理はないわ。そのくらい分かってるわよ。ちょっとからかっただけじゃない。あの会議に遅れてしまってすみません。よく眠れたようだね、ジャック。いや、遅刻ではない。時間ちょうどだ。ジャック君、席に着きたまえ。はい。回復が早いとはいえ、メアリガン使用での体力消耗に体がついていかないのよ。改良の余地も考えなくてはね、製造士さん。まあそうだな。ということで、早く始めましょう。時間の無駄だわ。バカ。ごめん。さて、それでは全員が揃ったところで早速始めるとしよう。君たち景色少女の活躍によって私たち黎明はついに二つ目のコアを破壊することに成功した。そして私が予想していた通り、コアの破壊は監獄島を伸長させ、いや成長を促したと言うべきだね。現在監獄島はコアの破壊前と比較して2倍近くの高さにまで成長している。これまで長い時をかけ進めてきた悲願、このジェイルからの脱出計画が一気に現実のものになろうとしているのだ。あのコアを破壊するとどうして塔が成長するんですか？確かにそうよね。私もそれ気になるわ。ジャック、冴えてるじゃない。そうですね、白雪も気になります。みんなそうやってお父さんの話を邪魔して、ちゃんと話してくれるってば。はっはっは、構わんよ。私としたことが順調な結果に興奮しすぎて話を急いでしまったようだ。それじゃあ、お父さん、どうしてなの？私の仮説が裏付けられつつあると言えるのだが、各独房エリアはそれぞれ固有のコアを基軸に成長を遂げていると、つまり横への成長だね。はあ、それは困るわね。我々の計画にもね。なぜならそれぞれのコアがジェイルを成長させる養分の管理を司っていると考えられるのだが、このままでは塔への養分の供給の効率が非常に悪いのだよ。つまりコアを破壊すればジェイルの養分が塔の成長に回されるということかしら。その通りだよ。コアの破壊による塔の成長がその仮説を裏付けてくれたというわけだ。まあ植物の剪定と同じ原理ってわけだな。植物ってそういうものなんですか？
知っての通りジェイルは生命体だからね。人間もどこか疾患を得ると他の機能がそれを補強するシステムがある。それと同じだよ。私は君たち決死鬼部隊もそうした存在だと考えているのだよ。このジェイルに対抗するために人類が生んだ新たなる進化形態だ。うん、つまり私たちが突破口なんだ。私たちがジェイルに対抗するために進化した存在。幸か不幸かは別にしてね。白雪たちが突破口になれるのならとても嬉しいです。まあ気楽に考えとけ。戦ってるのはお前らだけじゃないんだからな。すべハルさんってそう見えて意外と気を使ってくれるんだよね。そう見えてってどう見えてんだよ。大丈夫だよ。私たちは私たちにできることをしたいだけなんだから。でお父さん、その先は？ああ、私はここでこの機を逃さずに一気に計画を推し進めるべきだと考えるのだよ。何か予想外のことが起こる前にだ。予想外っていうのは？例えばスナークの妨害だよ。他にもコアの破壊によるジェイルの予想外の過剰適応、つまり私たちが掴んだジェイルの生態が変化してしまう恐れもある。ジェイルの過剰適応ね。コアの破壊なんて初めて出せた結果だもの。確かに何が起きても驚かないわね。そういうことだ。一刻も早く各独房エリアのコア破壊を目指したい。そこで君たちには申し訳ないのだが、これまでにない過酷な連戦を強いることにもなるだろう。ただこれはジャック君の参戦により暴走の恐れが限りなく減少し、これまでの袋小路から脱することができた。あらゆる意味で今がチャンスなのだよ。そんなの謝る必要なんてない。全部みんなのためを思ってのことだもん。お父さん、私たち何だってするよ。うん、僕にできることがあってむしろ嬉しいよ。そうね、やってやろうじゃない。連戦なんてお茶の子さいさいよ。ねえみんな。はい、白雪は大丈夫です。皆さんと一緒ですから。そうね、理にかなっているもの。ネムちゃんも同じ気持ちだと思います。ネムは安心すると寝ちゃうからね。ありがとう。そこで本題だ。黎明のこれまでの探索が比較的進んでいるエリアが2カ所あるのだよ。一つは旧寺院エリアと呼んでいてね、元街道沿いエリアの奥に位置しており、もともとは神社であった場所だ。もう一つが元繁華街エリアだ。元墓所エリアから奥に入った位置にあり、かつてはこの町の歓楽街だった地域だ。双方とも戦略的重要性において差はない。私はそう考えているのだが。
どちらを先に攻略すべきか、君たちの意見を聞かせてもらいたい。私たちが順番を決めるってこと？そうだよ。現場に赴き命がけで戦うのは君たち自身だ。君たちの意見で攻略目標を決定したい。まあ結局順番が前後するだけなんだが、慎重に決めるんだな。お父さん、早いか遅いかの違いだけだよね。どうせ両方ともぶっ潰すんだし、私はどっちでも構わないよ。右に同じね。どっちもどっちって感じだしね。そうですね、白雪もどっちでもいいと思います。おっさん、あんたが決めた方が早いんじゃねえか。アリス君、ジャック君、君たちはどう思うかね。まだジェイルの地理に明るくないので、どちらがいいとまでは。僕も同じです。どちらが先でもいいんじゃないかと。ジャックが決めちゃっていいよ。どっちが先でも後でもそう変わらないって。え、僕がそんな適当に決めちゃっていいの？え、白雪はジャックさんの判断なら間違いないと思います。そうね、さして重要な問題でもなし。あんた決めちゃいなさいよ。ジャック、どっちを先にする？それじゃあ、元繁華街エリアにしませんか？この間親指姫を助けに行った方向だし、なんだかついてそうな気がするかなって。あんたって結構月とか気にするのね。親指姫だってどっちでもいいって言ったじゃないか。まあいいんじゃない。そういうのも実際あるかもしれないしさ。よろしい。それでは諸君、元繁華街エリアへ向かってもらいたい。目的はコアの発見と破壊だ。忘れないように。おお、いかんいかん、大事なことを伝え忘れていた。コアを破壊したことによって塔内部への侵入も可能になったようだよ。ただ不用意に近づかない方がいいかもしれない。どんな危険が待ち受けているかわからないからね。よし、じゃあ元繁華街エリア頑張ろう。おーです。おーほっほっほ、皆様お待ちあそばせ。え、この声は。あらあら、お揃いですわね。お喜びあそばせ。この私も同行して差し上げましてよ。ジャック、知ってる人？うん。シンデレラ、あんたいつの間に戻ってたの？生きててよかった。あんまり心配させないでください。その通りだよ、シンデレラ。もう戻ってこないのではないかと、それは心配していたのだよ。本当だよ。私、ごめん。実のところ、あんたのこと、あんまり考えないようにしてた。あんたのことだから、大丈夫って思っても。
もう帰ってこないかもって思ったら、目の前の作戦もこなせなくなりそうでさ。だからまた会えて本当に良かったよ。そんな大げさですわ。私だってメルヘン退治ぐらいちゃんとできますのよ。あの、話の流れが見えないのだけれど。ああ、この子はシンデレラ、私たちの仲間なんだ。それがアリスたちを迎えに行ってる間に独断で探索活動に向かったままずっと帰ってこなかったんだよね。だからひょっとしたらってみんな心配してたってわけ。独断で？なぜそんなことを？仕方ないではありませんの。博士が私の出撃を認めてくださらないものですから。私、成果を示したかったんですわ。そうすれば。無謀だわ。アリス、成果どころじゃない。あなたが戻ってこれたのは行幸に過ぎないわ。あなた、初めて見る顔ですけど一体何なんですの？偉そうにおっしゃってくださいますけど、一体私たちの何を知って？知っているわ、ブラッドスケルター化の恐怖を。あなた、一体？アリスは私たちと同じ景色少女なんだ。シンデレラ、アリスだってあんたを思って言ったんだよ。だからさ、皆さんにご心配をおかけしたことは申し訳ありませんわ。でも私本当に役に立ちたかったんですの。もういいよシンデレラ、君はこうして生きて戻ってきたのだし、叱っておきたいこともアリス君が代わりに言ってくれたしね。その出過ぎたことを言ってしまって。まあ理屈だけこねてる俺たちより実際に体験したやつの言葉の方が重いだろう。いいんじゃねえの。あの、僕シンデレラさんの気持ちもアリスの気持ちもわかると思うから、きっとみんな誰かの役に立ちたいし仲間に死なれたくない、それだけだから。ジャック、でしたわ。ところで私ずいぶん前から戻ってましたんですの。私やっぱり影が薄いんですのね。いや、まあちょっといろいろあってさ、バタバタしてたんだよ。いろいろとは何かあったんですの？それはね、にわかに信じられないことばかりですわ。そうでしょうね。おかげで私たちもずっと寝不足というわけ。ジャック、昨日メアリガンの調整をしたわね。あ、はい。試し代わりにと言ってはなんだけど、この子に使ってみてもらえるかしら。私に？ええ、様子を見る限りあなたには明らかに汚れが溜まっているわ。ジャック、はい。あのシンデレラさん、ちょっとすみません。気持ちがいきなり軽くなりましたわ。
これがジャクさんの血の効果ですの？ええ、おかげで私はブラッドスケルター化から元に戻ることができたの。そうでしたのね。つまりシンデレラ、ずいぶん焦らせてしまったようだが、君も今後は存分に活躍できるのだよ。そうですの。だからもう勝手に探索に行っちゃダメだからね。あの、シンデレラさんはどうして今まで？ああ、シンデレラの得意な戦い方はどっちかっていうと近接格闘戦なんだよ。だからメルヘンの血をモロに浴びやすいわけ。でも、もう心配はいらないですね。ジャックさん、お礼を言わせていただきますわ。僕は自分にできることをしただけだから。あの、そういえばどうして掃除なんかしてたの？掃除って？掃除？あんた報告もしないで何やってんのよ！それは、ここがあちこち汚いのがいけないんですわ。やはり援軍が必要かと戻ってまいりましたら、本部と来たらそれはもう埃だらけで、きれいにせずにはいられませんでしたの。それはすまないことをしたね。確かにこのところ多くのことが起きていて、清掃が行き届いていなかったかもしれんな、ミコ君。本部の人員フローを見直して清掃を行き届かせるよう手配します。まあさ、あんたの気持ちはわかるけど、これからは先に報告してからにしてよね。わかりましたわ。それじゃあ改めて出発しましょう。ええ、私が加わったからには戦力倍増でしたよ。元気になったようだね。それじゃ出発。何かご用でしょうか？こちらをご覧ください。
他に何かご…また来てくださいね。よく来たね。他にはないかな。一から鍛え直しますわ。他にはないかな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 。他にはない。またおいで。眠り姫、こんなところで何してるの？今日は珍しくいい天気だね。日向ぼっこかな。
話しかけてごめん。やっぱり寝てたんだよね。そっか。屋上にはよく来るの？じゃあたまたまなんだね。よく眠れた？そっか、それはよかった。じゃあ僕はそろそろ行くね。あ、風邪ひくといけないし、霧のいいところで帰るんだよ。目が覚めたらいた。ジャック王子様。最近ご飯が美味しくない？別に普通じゃない？前から美味しいってことだけど。ご飯が美味しいってこと、ここに来て知ったわ。黎明に来てから食べることが好きになりそうよ。こんなにいろいろ料理があるなんて前まで知らなかったよ。ほらジャック、お皿貸して。おかわりあるよ。みんなの分は？私はもう十分。男の子は必要な量が私たちより多いからね。それぞれの分を考えて作ってくれてるんだから、きちんと食べないと迷惑だしね。ありがとう。とりあえずこれくらいかな。うん。いっぱい食べなよジャック、血が増えないからね。男の子はもっと食べた方がいいってミコさんも言ってたものね。頑張ります。司令機も最近お食事がすごく美味しいと思います。アリスとジャック。ああ、そういうことか。なるほどね。2人が増えたから美味しく感じるんだね。うん。みんなでテーブルを囲むの楽しいよね。はい、ネム、このソースでしょ。うん、それじゃあ。ほら、ナプキン使って。ネムちゃん、これ。それは、料理人さんに直接伝えると、喜ぶよ。ネムちゃん、これ、私の分も食べてね。こら、白雪。苦手だからってネムに食べさせるんじゃない。気づかれてしまいました。アカネは何でもお見通しよね。私でもたまに難しいのに、ネムの言いたいこともちゃんとわかるし。それだけ白雪たちのことを見ててくれてるんですね。
ちょっとあなた、それはどういう意味ですの？そんなに驚かなくても。驚くというか心外ですわ。どうしてあなたと私が同類なんですの？しかも地味仲間だなんて。だってシンデレラさんって意外と庶民的なところがあるというか。すぐにもったいないって言いますし、それに結構生真面目なところもあるじゃないですか。だからきっと根は地味な方なんじゃないかって。白雪とは仲間だって思ったんです。私に喧嘩を売ってらっしゃいますの？何をさらっと失礼なことをおっしゃってますのかしら。喧嘩だなんてそんな失礼でしたか。とにかくあなたに地味だなんて言われる筋合いはありませんですわ。そうですか、すみません。なんですのその表情は。今さら急に塩らしくなったって。白雪はただシンデレラさんと仲良くなりたかっただけなんです。でも嫌だったらすみません。別に嫌だなんて言ってませんわよ。仲良くなるのは別に構いませんわ。もともと私たちは仲間ですし、あなたのこと別に嫌いじゃありませんですし、どうしてもっておっしゃるなら。本当ですか？よかった、嬉しいです。でもそれで仲良くなろうだなんて普通伝わりませんですことよ。そうなんですか。人のことを地味だとか庶民的だとかもったいない精神の塊だとか貧乏臭いとか見栄っ張りだとか。そんな風に言われて普通仲良く従ってるだなんて伝わると思いまして。言われてみれば、白雪、もしかしてシンデレラさんの気にしていることを褒めてしまったんですね。私気にしてなんかっていうか褒めてましたの？ともかくですわ。地味同盟って何なんですの？最初から後ろ向きな響きじゃありませんこと？地味同盟ダメですか？後ろ向き、そう…もう分かりましたわ。入ればいいんでしょ、その地味同盟とやらに。名前どうにかなりませんの？いい名前だと思うんですけど。そうだ、じゃあシンデレラさんの名前考えてください。私が？そうですわね。じゃあ清楚なお嬢様運命共同体とか。かわいいですね。でもちょっと長いかもしれませんし、ジャックさんもいますから。まあまあ、ジャックもですの、それではお嬢様はダメですわね。それでは何がいいかしら。眠り姫？
とりあえず眠り姫の部屋まで運ぼう。ごめん、ちょっとだけ動かすよ。じゃあ、僕はこれで。うわっ！わわわわわ！ダメじゃない、部屋のドアを開けっぱなしにしては。もうどうせ寝てるんだろうけど、いくら本部内とはいえさすがに不用心すぎるわよ。やっと顔が出せた。アリスと親指姫？違うんだ、これはその…まさか、あんたがこんなスケベ野郎だったなんてね。びっくりだわ。覚悟なさい！違うんだって、まずは僕の話を。廊下で寝てたからそっと運んだつもりだったんだけど、そのそこのツタに引っかかって転んじゃって、起こしてごめん。そんな苦しい嘘をついたってダメよねえネム。紛らわしいのよ、まったく。そうならそうと早く言いなさいよね。そうね、ジャックはそんなことはしないと私は分かっていたのだけど、ちゃんと言ってほしかったわ。ごめん。いらっしゃい。
浄化したいのね。ちょっと血が足りないわね。血圧は正常ね。簡易血液検査の方でも特に悪い数値は出てなかったし大丈夫。長い間習慣されていたにしては健康体よ。そうですか、よかった。あなたがあの子を守りたい気持ちはわかるわ。でも無茶なことを続ければいずれ死ぬ。気をつけてちょうだい。別にアリスのことだけじゃ、ただ僕もみんなの役に立ちたいだけで。はっきり言うわ、これは独断だけど、あなたには可能性を感じているの。だからこそ慎重に振る舞ってほしいの。ありがとうございます。その太陽教団に行ってみました。不思議なところですね。大姫さんって人はなんだか不思議な人ですし、キツカさんってどこか怖いし、でもみんなあの人たちを敬ってる感じで、宗教団体ってそういう場所なのかなって。そう、まあ行くなとは言えないしね。私も行ってみればなんて言っちゃったし。ミコさん、ごめんなさい。教団のことになるとどうも感情的になる嫌いがあるわね。前も少し思ったんですけど、ミコさんはあの人たちのことが嫌いなんですか？嫌いというか、ああしたものが苦手なのかもしれないわね。苦手ですか？私は研究者だから、自分の目やデータで確認したものしか信じられないし、そうして真実に到達しようとしているわ。だから覚えてるかどうかも怪しいような太陽への憧れを、ああして語り伝えることの意義が私には理解できないの。でもそれで気持ちが救われる人がいるなら、誰かの役には立ってるんじゃ。教団は炊き出しをしたり、霊明と食べ物の物々交換をしに来たりするけど、何をするにしても労働力というものはいるのよ。その労働力を確保するために信者を集めているのではないか。そんな風に思えることすらあるわね。でもそうしてみんなで生きていくためなら、それならそう言って希望者を募ればいい。そう考えるのは私の職業病なのかしらね。それにこの状況でどうやってあんな風に作物を生産できるというのかしら。それはどういう意味ですか？いいえ、こっちの話よ。それにあの大姫のおつむのゆるさじゃ、横にいるヒツカって人があの教団の実質的なトップだと考えて間違いないと思うわ。でも歴史上、宗教団体の成立には人的社会的なバックボーンが必ず存在するもの。純粋に個人が一手に担えるものではないのよ。通常なら大姫やヒツカの背後には必ずそれを支持援助し、かつ利用しようとする人たちがいるはずなの。そしていわばそうした人たちの要請を受ける形で、ある種のカリスマ性を持つ人物が教祖として押し上げられてくるのね。そういうものなんですか？それ昔の世界の歴史ですよね。ミコさんはいろいろ詳しいんですね。残された資料を読む時間だけはあったから、それだけよ。でも私の知る限りでは、あの教団はある時突然誕生したの。大姫やヒツカに所属母体や支持者がいたという情報もないわ。だからうさんくさすぎるの。みんなが太陽を求めてるから、じゃあダメなんですか？そうね、まあ太陽は昔から神として崇められていたしね。こんな状況じゃああいうのも必要なのかもしれないけど、でも宗教なんかじゃこのジェールからは救われないわよ。いらっしゃい。浄化したいのに、ちょっと血が足りないわね。ちょっと血が足りない、ちょっと血が足りないわね。ちょっと血が足りないわね。じゃあね。よく来たね。
他にはないかな。メルケンの声、研究室の中から聞こえたぞ。まさか博士が。博士、大丈夫ですか。おう、ジャック君、どうしたんだね、いきなり。あれ、メルヘンは。メルヘン、またん。ああ、これのことかね。メルヘン、ミコさん、これは。ああ、ジャック、どうして研究室に。これって、もしかしてメルヘンを調べてるんですか。ええ、がっちり拘束してあるから大丈夫よ。今は何もできないわ。メルヘン君、いい子だからもう少し我慢しておくれ。すぐ済むからな。よし、よし、これで終わりだ。痛かったね。よく頑張ったね、メルヘン君。博士、サンプルの採取終わりました。ああ、ありがとう、ミコ君。サンプルの分析結果が出たら、私のところまで提出してくれたまえ。はい。この分析結果が、ジェイルの神秘に迫る鍵になればいいのだが。それじゃあ、僕は失礼します。突然押しかけてしまってすいませんでした。うん、またね、ジャック。おう、そうかね。心配をかけてすまなかったね、ジャック君。そうそう、君に協力をお願いしたいことがあったんだが、まだこちらの準備が整ってなくてね。はい。檻を見て研究室に顔を出してくれないかね。研究室にですか。ああ、君の手が空いている時で構わんよ。その時に準備ができていたら協力をお願いしたい。わかりました。それじゃあまた来ます。何度か無駄足を踏ませるかもしれんが、その時にはお茶でもご馳走しよう。それじゃ。わかりました。あ、ジャックじゃん。どうしたの、こんなとこでぼんやりしちゃってさ。あ、赤ずきんさん、実は今さっき。そんなことがあったんだ。うまく言えないけど、なんだか。あ、お父さんが異常な感じだった。マッドなサイエンティストに見えた。そんなわけじゃ。お父さんはさ、ジェイルやメルヘンのことになるといっつも調子なんだよ。お父さんは研究バカだからね。他には。